前も後ろも。皆さんこんにちは。ママ&キッズ研究開発の安藤です。今日は子どもたちと一緒に子どもでもできる日焼け止めの塗り方についてやってみたいと思います。紫外線ってすごくお日様の光って強いからみんなのお肌を痛めちゃうの。焼けどみたいになっちゃう時もあるんだよ。嫌でしょ。だから毎日日焼け止めはしっかり塗ろう。今日はママ&キッズのサンスクリーンミルクとパーフェクトサンスクリーンを使ってやっていきたいと思います。じゃあ手に出していくよ。首の方まで伸ばしてみよう。よし、あと耳も結構焼けちゃうから耳もこう塗ってごらん。手の甲も忘れないようにね。そう、肘も上手。足の後ろ側も忘れないようにしっかり塗ろうね。ここも塗り忘れるってこと多いよ。日常使いは SPF20 から30ぐらいで大丈夫です。使いやすいものを選ぶことが大事です。パーフェクトサンスクリーンは SPF50 です。ウォータープルーフで汗にも強いのでサッカーなど外での激しいスポーツをするときにもぜひおすすめです。4月5月からは日差しがとても強くなるので必ず忘れずに塗りましょう。汗をかいたら濡らしたタオルで押さえるように拭きましょう。2時間から3時間おきに日焼け止めを塗り直すことも大切です。お家に帰ったら洗浄料を使って泡泡で優しく落としてくださいね。落ちにくいものの場合はクレンジングを使ってきれいに落としてあげてください。しっかりとすすぐことも大事です。今日使った商品は長時間のお出かけや外遊びの時に日常使いにいいママ&キッズサンスクリーンミルクとスポーツやレジャーの時に使うママ&キッズパーフェクトサンスクリーンです。ではまた次回チャンネル登録もお願いします。また会いましょう。